皆さんこんにちは、高森でーす。今回はですね、実務経験がない人におすすめな方法ということでですね、皆様にちょっとご紹介していきたいなというふうに思っております。まあですね、実務経験がない、だから転職できないなんていうね、話をですね、結構聞いたりとかもします。私自身もね。まあ確かにですね、IT 業界ではですね、実務何年以上ね、実務経験がない人はですね、IT 業界に足すら踏み入れさせてくれへんみたいなね、そんな話がですね、結構持ち切ってて、IT 業界に今から入りたいって言ってる子はですね、実務経験どこがいないかって言ってこうやって手探りで一生懸命探していくわけなんですよね。しかしなかなか見つかりませんね。しかしそれだと困ったと、IT 業界に入りたいのになかなか実務経験が手に入れられないね。これはもう、ね、どうすればいいんだっていう風な話でですね、悩んでるですね、未経験の方も多いのではないでしょうか。ね。まあ、実務経験がね、ないって言ってるんですけども、でも実際ですね、実務経験って何なのか、なんで実務経験が IT 業界に入るにあたって必要なのか、まあ、どうすればいいのかっていう話をですね、今からですね、ちょっと説明していきたいなというふうに思うんですけども、あのですね、まず実務経験がないとダメだってこれ書いてあるんですよね。よく IT 業界確かに書いてるんですが、これはですね、はっきり言って、もうまずね、ただのフィルターだというふうに思ってください。そもそもですね、別に IT 業界において実務経験が必要かないかっていうのはですね、もうただのフィルターなんですよ。なんでかって言いますと、IT 業界にこれだけ、最低限こんだけ勉強したらエンジニアになって稼ぐことができるんだって思ってるですね、方が増えすぎました。ね。増えすぎてしまったということでですね、知識と技術がない人がですね、どんどん IT 業界にこうのめり込んでいくわけですよ。いや俺もエンジニアになるぜ、うわーみたいな感じでですね、入っていくわけなんですけども、それがですね、 IT の採用ね、 IT を採用する側ねが困ってるわけなんですよね、今ね。はぁ、あ、はぁ、あ、なるほどと。だからですね、一応実務経験がある人というふうなですね、あの最低限のですね、あの、この基準をですね、満たしていただいたら、まあ、IT のね、採用として、必要な技術を有している、まあ、一つのですね、判断基準になるというふうに思われているというふうなところなんですよね。ただですね、この実務経験がね、ないから、ダメだ。じゃあ、実務経験を作ればいいというふうな判断でですね、こういうふうなサービスも生まれました。実務経験を購入できるサービス。ねえ、まあ、一時期、ツイッターなんかでも話題になっておりまして、今でも多分あると思うんですが、この実務経験をですね、お金で買うことができるというふうなサービスまでですね、展開してしまったと、まあそういうふうな話ですよ。しかしですね、これね、皆さんよく考えてくださいね。僕の YouTube チャンネルがですね、多分いろんな方が来られてると思うんですけど、この話を聞いて、おかしいというふうに僕自身は思うんですが、皆様どうでしょうか？本来であればですね、フィルターね、これ以上の技術がないとうちでは採用できないっていう、あくまでフィルターというふうな考えのところに、実務経験を購入すればじゃあ大丈夫だっていうふうなサービスが生まれる。ね。これは僕ね、本末転倒というか、ずれてる、本質をですね、ずれてしまってると。で、さらにですね、その実務経験を購入すれば、IT 業界に入れるんだというふうにね、こういうふうな安易な考えをしてしまう人もですね、確かにね、いるみたいなんですよね。しかしですね、実際に必要なのは、実務というよりかは、ね、これはフィルターなので、実力なんですよ。ね。実際必要なのは、IT 業界が見てるのは、実務経験じゃなくて、技術と知識なわけなんですよね。それでいてですね、必要なのは、やりきる力なんですよね。実際僕自身、カタカタジムというですね、サービスを運営しておりまして、ほんでですね、IT 業界の人からですね、僕を採用したいと言ってくれる時があります。その時にですね、なんで僕のことを採用してくれるのか、これ聞きました。ほんならですね、それはね、やりきる力だよと。ね。プログラミングが技術知識とかじゃなくって、最後まで自分自身が作りたいと思ったものをやりきる力っていうのが、そういうので見られてるというふうなところらしいですね。なので必要なのはやりきる力であるというふうなところなんですよね。で、実務がないっていうのはですね、はっきり言って仕方がないわけですよ。僕自身もないですしね。皆さんもですね、なくて困ってるというふうな話なんですが、実務がないのは分かった上で購入するのはダメなんです。フィルターだからただのね。実際はそこを見てるわけじゃないからね。じゃあ、アピールのですね、これから仕方をですね、考えていけばいいわけなんですよ。まあ、つまりどういうことかというと、実務経験がないんだけど、IT にですね、圧倒的に自分自身は技術があると。ね。自分自身はこんな力があると。これをアピールすることができれば、ね。IT 業界の実務経験がなかったとしても、IT のですね、IT 業界に、おこいつやるじゃないかと。まあそういうふうに思ってもらえる可能性があるというふうなところですね。100% この方法がいけるかどうかってわかりません。もうね、実務経験がない人はもう切り捨てるって会社も多分あると思うんですよね。でもそういうふうな会社だけではないというふうなところでございます。なのでまあアピールの仕方を考えていきましょうよと、そういう話ですね。じゃあどうすればいいかっていうふうな話なんですけど、どうすればいいか。これ実務経験もそうなんですけども、スクールに入って卒業したら就職できるんだっていうね、方もね、多分おられると思うんですよ。そういうふうな考えを持たれてる方ね。でも、実際、スクールより信頼度が高い方法があります。それがですね、個人開発です。
ね、個人開発やったりとかですね、共同開発、こういうものをクリアして一つのものを作り上げた、まあ、いわゆるポートフォリオですね。まあ、ポートフォリオって言ったらですね、ちょっと自分自身のまあ自己満なところがあるんですが、それを公開して人に使ってもらってる個人開発ね。例えば自分の会社で今働いている会社、未経験ですよ。自分自身が働いている会社であって、そこでですね、業務的なこういうもののシステムを作ってみんなに使ってもらおうよと。で、自分自身はこういう考えのもとこれを作りました。しかも共同開発で作りましたとかね。こういうふうなですね、経験があるとですね、そのものを見せるとね、実際自分のソースコードを見せるとスクールよりもですね、断然信頼度は高いはずですね、間違いなく。スクールですね、これやれこれやれあれやれって言って教えられたものをですね、クリアするよりかは自分自身で作って自分のこういう考えのもとこういうものを作りましたっていうね、ものを見せる方が圧倒的に信頼度が高いんですよ。で、そもそもですね、僕の場合はですね、サービスを運営していると、実際そのポートフォリオが必要っていう風な話も聞くんですけど、ポートフォリオですらね、正直ね、僕自身はどうなのかなって思ってるところがあって、ですね、ポートフォリオが必要だっていう会社も確かあるんですよ。しかしですね、僕自身そういう風な会社で一回ね、お話させてもらったことがあって、で、ポートフォリオとかいらないんです。なんか、IT のですね、うちの会社に来ないかみたいな感じで言われた時にですね、ポートフォリオとかどうすればいいんですか、僕持ってないんですよって言ったんですよ。ほんなら、一個適当にドッカーファイルかなんか持ってきてくれて、それで、みたいな感じでね、そんな話になったんですよね。それはちょっと、ね、ポートフォリオというか、結局は、見ているのはどこなんだという風な話ですよ。自分が持っているポートフォリオじゃなくて、自分の結果物、自分がやっていることに対して、評価をされているという風なところなんですよね。で、あとですね、採用する側っていうのは、メジャーな言語、ね、PHP であったり、Ruby であったり、スクールで教えるようなですね、メジャーな言語で採用する場合は、かなり構える、ね、身構えるっていう風な話を聞いております。なんでかっていうと、やっぱし PHP、Ruby っていろんな幅広い人に使っていただいていると。ね、そういう風な言語でやってくるとですね、やっぱ初心者率がかなり高いんですよね。初心者率が高い。例えば、マニアックな言語になればなるほど、上級者なんじゃないかなっていう風な感じで、判断基準がちょっと下がるらしいんですよね。ただ、だからって他そういう言語をおすすめしてるわけじゃないのはご了承ください。ただ、この PHP とか Ruby とかですね、そういう風なメジャーな言語は採用する側はかなり構えるみたいです。こいつほんまにできんのかなって。で、そのね、判断する側がかなり難しいらしいんですよ。やっぱその、こういう風な実務経験を購入してたりとかですね、ポートフォリオであったりとかですね、そういうのですね、コピペでね、人からもらったソースコードをポートフォリオとして提出するとかね、そんなんもあったりしょ。とかしてですね、かなり IT 業界は困っているという風なところなんですね。しかしそういう風なところで自分が作ったこういう風な考えのもとでこういうのを作りましたっていう風なですね、アピールをして、じゃあこれはどういう風に作ったのっていう風に説明ができればですね、お、こいつやるやんけと、さすがやなという風な感じで思われるわけなんですよね。つまりですね、人に価値を提供する経験、これをですね、一回してしまって、それをアピールすることができれば、実務経験がなかったとしても、これはね、大幅に多分評価されるはずなんですよね。なんで、ただですね、ここまで正直しんどいと。ね、個人開発するのはしんどい。そういう風に思う方もおられるかもしれません。ね。確かにね、個人開発はね、めちゃめちゃ難しいし、僕自身知ってるんですけど、スクール卒業したっていうパターンと、個人開発バリバリやってますっていう方で、ね、個人開発のやってる方の方が断然やっぱし、知識と技術が違うし、見てるところもやっぱ違うのがわかるんですよね。僕から見ても。で、それでですね、ただですね、これから皆さんはエンジニアになって何がしたいのか、それをちょっともう一度考えていただきたい。っていうのも、これからですね、IT 業界に入って、IT 業界ってね、年収300万から1000万、すごい幅が世界ですけど、皆さんは IT 業界に入って稼ぎたいっていう風なんであれば、強強エンジニアになる必要があるんですよね。ってこと、強強エンジニアになるってことは、ね、入ったがクリアじゃないじゃないですか。それ以降さらに上を目指していかないのであれば、今勉強しようが、後で勉強しようが、そんなに大差はないんですよ。なので、強強を目指すのであれば、今努力しようが、後で努力しようが、そんなに変わらない。ただ転職ってのは、ただの通過点に過ぎないわけですよね。なので、この個人開発ね、実際に個人開発をバリバリして自分自身に、うわ、俺はこんなもん作ったぜ、という風な状態で IT 業界に転職する。ね。これならですね、評価も高いし、入りやすいしですね。で、それですね、結局入ったらどうせ勉強するのと同じことという風なところですね。ぜひですね、こういう個人開発だろう、共同開発だろうですね、皆さん、ね、ぜひ実践していただいて、アピールしていただければな、という風に思っております。ですね、まあ結局はやっぱしですね、人以上の努力、これはですね、必ず必要になってくるという風なところで、僕自身今回の話を終わりたいと思います。それではこの動画がいいと思った方は、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは今日もカタカタしていきましょう。グッバイ!